チャオ泡たぬきひろまるです。今回はですね、このグラスワンダーをマイルの冊子型で育成目指してきました。それで今回は以前紹介したこのゴールドシチランカーの方々がマイルの冊子でピンポイントで使っているこのゴールドシチの軽眼、この筋能力軽眼を持ったグラスワンダーっていうのを育成チャレンジしてきました。で今回ですね、僕はレベル30なので、まだゴールドシチがフレンドさんにお借りしたっていう感じなんですけども、グラスワンダーは、まず成長率から見ていくと、スピード 20%、そしてパワー 10% なんで、単純にスピパワーの練習が強いですね。ただ、スタミナが、ボーナス 0% なので、まあ、マイルといえど、ちょっとで、スタミナは必要になってくるんで、ここをインシケーションだったりで、カバーしていくっていうのがポイントだと思います。それを踏まえましては、今回、挑んできた、デッキがこちらです。スピード4枚、パワー2枚で、フレンドさんにゴールドシチ、貫突のレベル50をお借りしております。そして、サシウマ、馬娘育成なんで、エイシンフラッシュを入れて、最近出たヤイノム敵も入れております。ヤイノム敵も単純に技マシンとして優秀で、ヤイノム敵の上がってきたっていうスキルもこの差しの運用とかなり相性がいいので、ここもヤイノム敵採用してます。ほんでウォッカなんですけども、ウォッカは高転移速あるので、まあ筋回復が2つあるやんっていう感じなんですけど、まあもしこのゴールドシチが筋回復の能力のイベントが走らなかった場合、保険として高転移速取れるようにウォッカを入れているっていう感じです。ウォッカのところはまあスタミナボーナスを持ったパワーカードだったらまあ何でもいいと思います。ウォッカレベル40でも単純に練習性能が高いんで入れてるっていう感じです。でここら辺と代用できそうなカード考えたんですが、左上に出しました、まあ、スイープ投手とかキングヘイロー、ここら辺万能なエスレアの枠でどれと交換してもありやと思います。東海帝王とかエイシンフラッシュとかありですね。ほんでパワーで大宅ヘリオス、そして最近出たウイニングチケットなんかもほんまにありです。まあマイルなので大宅ヘリオスは入れるのが一番ウォッカの枠でいいのかなと思います。でオグリキャップ持ってる方はオグリキャップでも全然ありやと思います。ほな育成の動画の方に行きまして、ポイントだったり流れ解説していきたいと思います。行きましょう。はい、育成の動画の方にやってきました。今回インシケーションなんですが、スタミナ15パワー3でインシケーションをしております。スタミナ結構厚めにしました。で中距離適性を1段階上げてるんですけども、もともとグラスワンダー中距離適性 B なので、赤石で中距離適性1個入ってるのを選んで A に上げてます。グラスワンダーは育成のシナリオでジャパンカップとか、あとダービー、そしてシニアでは宝塚記念も走らされます。なので、まあ、結構大きな中距離の G1 レース走らされるんで、まあ、B 適性のままより A に1個上げた方が育成シナリオ的には安定的にクリアをできていけると思います。でグラスワンダーなんですが、今回練習方針としてはこのデッキに合わせてスピードとパワーにほとんど練習を絞っております。最終練習レベルを上げてシニア級以降の絆トレーニングをほんまに強くしていくために、最初から序盤からスピードとパワーに練習を絞っていくっていう動きおすすめなんで、ぜひやってみてください。ほんでただそれだったら賢さ全然上がらないので、賢さも練習人数多かったらちょっとずつ意識的に序盤から踏んでいくっていう動き、これも欠かさずやってみてください。賢さが全然足りんかったらレース中の位置取りとか、あとスキルも全然発動がしにくいので、ここは賢さちょっとずつ踏んでいくっていうのはおすすめです。グラスワンダー今回のデッキだとヒントを優先度なんですけども、最優先はやっぱりゴールドシチとヤエノム敵、ほんまに技マシンと優秀なんでこの2人最優先ですね。ほんでその次が北三ブラックとエイシンフラッシュ、そして最後が東海帝王とウォッカっていう形になっております。ゴールドシチとヤエノム敵はほんまに自分自身の筋能力をかなりレベル、ヒントレベル高い段階でとつっていたら落としてくれるんで、そこをしっかりとってかなり安い状態で筋能力をとっていくっていう動きを今回は狙いました。グラスワンダーなんですけど、やっぱり最初日本ダービーが控えてるんで、インシケーションはスタミナが一番おすすめかなと思います。まあ今回はちょっとスタミナちょっとケアしすぎたかなっていう感じはあると思うんですけども、最後のステータス見てもらえればわかると思うんですが、で次この後朝日ですね。スピード D でスタミナ E プラスパワー E プラス、クリアするだけだったら、まあ、E プラス EE ぐらいで、スピード E プラススタミナパワー EE ぐらいで大丈夫やと思います。で最初ら辺は事故がなくならなるように、まあ、逃げとか先行でレースを戦っていくんが事故が少なくなるんでおすすめですかね。でここでインシケーションでクラシックのインシケーションでスタミナとパワーをちょっとカバーしたっていう感じです。でここ日本ダービーの前なんですけども、
スピード、スタミナ、パワー、CCC となっているんですが、クリアするだけだったら、スピード D、そしてスタミナも280から320ぐらい、D に乗るか乗らないかぐらいあれば、ここは、ダービーは走破圏内に入ってくるとは思います。ダービーは無事勝てました。で、この後ですね、天皇賞秋。天皇賞秋は実は目標レースに入っていないんですけども、ここでちょっと事故が起きました。これもちょっとシェアします。6着に入ってしまって、6着だったらまだうんって感じなんですが、たまにね、こういう風にあのバッドステータスがつきます。バッドスキルですね。バッドスキルで引っ込み思案っていうのがついてしまって、この育成では引っ込み思案を消すためにスキルポイント50も割いてしまいました。これもちょっとあの痛かったところなんですけども、最終的にまあまあ狙ったステータスにはいったので、このままあのシェアさせていただきます。で、これはあの有馬記念の前ですね。有馬記念の時 BCC プラスぐらいなんですけども、クリア狙うぐらいやったらあの C プラス CC ぐらいで、まあ、スタミナ C とは言わないまでも D プラス後半380からまあ C に乗りかかるぐらいは欲しいところです。白スキルで回復があったらより安定はするんですけど、今回まだあの北田さんのコーナー回復とか直線回復、そこら辺はまだ来ていなかったんで、今回はなしでいきました。で、シニア級のインシケーションに入っていきます。ここで先行アサリレベル5が飛んできてくれたのは嬉しいですね。ほんで宝塚の前なんですけども、スピード A、 スタミナ C プラス、パワー B プラスまで来ております。で、この時宝塚制覇するだけやったら、スピードあの C プラス後半ぐらいあれば、555以上あれば走破圏内に入ってくると思います。ほんでスタミナパワー CC ぐらいで大丈夫かと思います。最終的にあのマイル運用は確定していたんで、無理にあの他の白回復は、まあ、来るまで粘るっていうよりも、先にあの展開伺いを今回も取っているっていう感じです。で、最後の有馬記念までパッとあの特別何もなかったんで飛ばしてます。有馬記念の前のステータスはスピード S プラス、スタミナ B、パワー A プラスでこれぐらいなんですけども、走破するだけやったら、まあ、スピード B は最低欲しいですね。ほんでスタミナも C プラスぐらいあれば大丈夫です。ほんでパワーはここはもう B ぐらいに上がっとかないと、 BC プラス B ぐらいはグラスワンダーは結構必要かなと思います。スタミナ C プラスやったら白回復1個あればまあ安心かなっていう感じです。今回は最後まで白回復のヒントが来なかったんでこのまま行ってます。 URA の決勝の前で止めてます。 URA の決勝の前で、まあ、スピード、スタミナ、パワー、そして根性、賢さ全部1段階 URA の最後のボーナスで上がるっていうところまで調整できてます。見ていただいたら分かると思うんですけども、ちょっとマイルで運用確定していたんで、まあ、スタミナがちょっとあの盛りすぎたかなと思いました。まあ、インシケーションでもうちょっとあのスタミナを削ってパワーに回してもよかったかなと思います。最後のレースだけお見せしているんですが、まあ、グラスワンダーは中距離かマイルで運用される方がほとんどだと思うんで、まあ、中距離のまあ追い込みとか、まあ、独占力を生かすために覚醒の、まあ、そこら辺も因子が揃ってきたらまあ面白いかなと思います。まあ、固有も後ろからの、まあ、先行だったらなかなか発動しないので、まあ、差しとか追い込みの方が固有は発動しやすいので、そういった意味で差しか追い込みの方がグラスワンダーはいいと思います。最後のボーナスの画面まで行ってます。今回記者と理事長、まあ、記者もちょっとはボーナスくれたんで、まあ、ここは良かったですね。で、最終能力 A プラスの13000点で終了はしてます。で、最終能力的にはスピード SS プラス、スタミナ B プラス、パワー S プラス、根性賢さ、根性 D で賢さが C プラスに上がっているって感じです。今回どうしてもあのつけたかった軽眼っていうスキル、ちゃんとゴールドシティ最後まで走ってくれたんでよかったです。ほな、最後育成結果の画面で走ったレースざっとお見せして終わりたいと思います。いきましょう。はい、育成結果の画面にやってきましたんで、走ったレースお見せしていきたいと思います。メイクデビュー走った後に朝日フューチュリティステークス、そしてサツキマイルカップ、ここ目標ないんですけども、ダービーの前に練習弱かったんで、ここはもう行ってます。ぜひ、おすすめなんで行ってみてください。そして、問題の天焼き行きまして、ジャパンカップ有馬と、天焼きも目標にはないんで、まあ、ああいうちょっとバッドイベントが起こらないとはちょっと言い切れないんですけども、練習弱かったら、ぜひレースのスキルポイント獲得のために行ってみてください。そして、シニア級に入りまして、宝塚まで何もないんですが、この間練習弱かったんで1月の後半と3月の前半に G2 出てます。 G2 でもスキルポイント稼ぐために全然出るのはありなんで、ここら辺も練習弱かったらですね、3月後半だったら大阪杯っていう大きな G1 レース、中距離の G1 レースもあるんでおすすめです。そして
毎日王冠走って、有馬っていう感じなんですけども、宝塚の前はビクトリアとか安田もほんまにおすすめですね。ほんでこっちの秋口に行くと毎日王冠の後、ジャパンカップやエリ城、そして天皇賞、秋もここら辺でおすすめなんで、ぜひ走ってみてください。そして URA ファイナルズは中距離でフィニッシュっていう感じでした。ほな、今回の動画をこの辺で終了したいと思います。ぜひ皆さんも、今回はフレンドさんにゴールドシーお借りしたんですが、皆さんもゴールドシーイベントもほんまに体力回復があったり、パワーボーナスもゴールドシーあったりするので、こういった意味でゴールドシーほんまに使い勝手が良かったんで、皆さんもマイルの差し入れゴールドシーピンポイントで使えると思いますんで、皆さんもチャレンジぜひしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。ほな、アリベデルチ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。ぜひチャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな、次の動画でお会いしましょう。アリベデルチ。